いやー全然いいやつがいねえなーあ次のやつに期待だなはい次の方どうぞ失礼しますホンにまあ嘘でしょ <laughs> いやうそめちゃめちゃ気合い入れてっけどよろしくお願いします嘘でしょあのすいませんここ何のオーディションか分かりますかはい第2の福山雅治オーディションですよく来たね あその見た目で、そのファッションで、すいませんじゃないですよ、なんか、僕はそうは思わないですけど、なんか、周りが似てるねなんつって、何その推薦された感じの空気出してくんの、お姉ちゃんが勝手に送っちゃって、ジャニーズの応募の仕方だから、でも結構、なんか似てるねみたいなこと言われるんですよ、似てるの、福山雅るに、なんか、福山雅治に、秋元康を足して、福山を引いた感じていなくなっちゃった福山、秋元しか残ってないよ、最終的にでもよく言われちゃうんですよね。言言われちゃうってい方腹立つ たぶん多分ねあの、似てるからなんですかねなんかあだ名もなんか似たようなのつけられちゃって、うん、あ,あ、仲間からあだ名なんて言われてんのあの太山ダサハルいじめられてんだそれめちゃくちゃいじられてんじゃんあ、そそっちの方がしっくりくる太山ダサハルはいは<ダ><ダ>いゃって言われてますダシャ、マシャみたいに言わないでダシャって言われたますダって何腹立つなあ、でもなんかあの体型とかも結構似てて体型福山さんにどこがえ え違う人俺福山雅治さんっていや僕こう見て結構ナイスバディなんです、ね、ナイスバディなんですか,なんかダイナマイトボディっていうか、えー、女性がよく言うやつもう僕らともう上からこう<っ>バンいやいやいやナイスバディ<っ>丸じゃねえかてめえ、はい、ボンキュの丸じゃねえガンツじゃねえんだぞよかったないやどこかだよ何に手応え感じたんだよああすいませんいやいい、はい、福山雅治さんってのはね 見た目だけじゃなくてそれこそすごいいっぱい才能を持ってんだよ知ってます歌手でもあり役者でもありラジオの DJ もやってんだぞそんなこと言ったら僕だって配達員であり清掃員であり夜はコンビニ店員でバイトの掛け持ちじゃないかよはいいや、受かる気あんのそもそもはいお願いしますお願いしますじゃないんだオーディションだけ受けさせてください諦めろ無理だよ諦められませんいやなんでなんかちょっとなんかいい男風なのさっきから俺うん誓ったんす誰に病院のベッドの上で 頑張ってる母ちゃんに誓ったんす、うん、え病院ベッドお母さんなんか重い病気手術実は、うん、母ちゃんは、うん、今病院で、うん、頬にヒアルロン酸を入れてプチ整形じゃねえかよおい なんそのしょうもねえ話約束したんす約束したんすじゃねえんだよオーディションだけお願いしますいや帰りなさいもう第2の福山雅治が無理ならうん第1の福山雅治でございます本人だよそれ第1の福山雅治本人なんだよ試験官の人お願いしますいやんか腹立つのは試験官の人って言い方試験官の人雇われ試験官の人いや別に本業だよお願いしますめちゃくちゃ本業だよよく見たらすごくいいスーツですねいやそういうなんか露骨なおべっかダメよ最高ですね褒めても無理だよ色あたかよ大王 大統領だよ死んでんじゃないか大王女ってよちょいちょいかましてるよ俺になんかよかったないやどこから何に手応え感じたんだよなあおい太山すいませんシャ。ありがとうございますいや褒めてないむしろけなせるほだからねこれお願いしますなんでさ2枚目な感じの角度すんの腹立つあいやなんか僕はなんでさこっちの襟だけ立ってんの腹立つな なんですかねなんでこっち寝かしこっち立ってんのアシンメトリーってやつですあっさ言えてねえじゃないかもあんまりよアシンメトリーですああ左右非対称のやつなそうです右側だけ僕痛風になったりするんでアシンメトリーですそれやめた方がいい病院行った方がいいえますアシメアシメですアシメはいいやアシメって言う実は僕特技あって特技特技だ聞いてもらっていいですかなんだよあの、絶対音感があるんですよそれはまあ歌手にとっては必要だよなですよねうんちょっとよかったらんか音出してください絶対音感 レのハッシュタグ、ミのハッシュタグ、どのハッシュタグ？シャープって読むんだよね。はい。なんでハッシュタグって腹立つな。あ、シャープって読むんすか？いや、あのハッシュタグな。天然なとこ出ちゃった。浮からせねえよ。天然なとこ出しちゃった。出しゃ。あれだ。出しゃ。はい。出しゃな角度。だ。はい。おい、お前、ダバのダだかんなてめえはな。なんで俺が喋ると動くんだおめえよ。 どういうからくりなんだよ返すぞおいオーディション終わるぞここでなあ出しゃてめえ一応印鑑持ってきたんで契約競合大丈夫ですいやしねえよいきます分かったじゃあもうちょっと見てみようじゃあお願いします、えー、歌唱力その 何、この位人じゃダメなの、ダシャは。あ、なんか好きな覚悟というか。覚悟あんのね。すみません。まあ、ありますいいんだ、いいんだけどさ。歌は自信あります。歌自信あんの?。あります、あります。うん、あ、実は僕昔バンドのボーカルやってたんですよ。バンドでボーカル?。はい。え、マジ<じ>?。あ。 まあでもエアボーカルなんですけど口パクじゃないかなんだエアボーカルって歌ってねってことそうっすやってましたメンバーから怒られるだろだってエアボーカルなんかやっ大丈夫ですエアメンバーだと誰もいねえじゃないかもう一人で口パクして何が楽しんだよ風呂場じゃないんだぞ音は出してないですねねだから何がしたいんだよ曲だけ聴いてください曲ドラマ「ガリレオ」の主題歌で聴いてもらっていいですか有名な曲あのデデ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 デ は殺すぞ、てめえ、歌ねえじゃねえかよ。なんすかこれ。なん、上が持ってきた曲だ。歌歌は。歌はねえんだよ。歌詞もね、えこう、なんでも前向きなのさっきから。俺じゃ、は俺もうこれしかねえんす。いや、あるだろ、コンビニ三つも掛け持ちしてんだからよ。お願いします。いつ疲れたんだてめえ。いや、いつ、全部出せた。ね、いつ疲れた。なあ、全部出せた。おい、出しゃ。はい、四日間だ。四日間だ。すみません。すげえいい株だぞ、これ。お願いします。 お願いします。何だよ俺にはじゃえたい夢があるんでんカメラ目線してだよお願いしますスイッチ大変なんだよカメラいちいちよお願いします次のんでカメラしていかせてください分かったじゃあ演技福山雅治っていうのは演技もできるからお願いします頼むよじゃあ大河ドラマの台本ここで仮のやつがあるからこれ読んでセリフはね父上母上兄上敵が攻めてまいります分かりました龍馬龍馬龍馬お願いしますよした 一回気持ち作ら気持ち作る時間なんかねえんだ、てめえによ。なあ、出しゃちょっと集中させてくださいよ。あ一回集中したいですよ集中しろよ、おい。してねえじゃねえか、集中よ。甘いもん食いて。甘いもん食いて。ニコタマスておい、煩悩おいよしどこが集中したんだ、今ので。父上はおいしかなかった。父上。 上下手くそだなあんちゃんうるせえんだよおいあんちゃんじゃねえんだよ実に面白い実に面白くねえんだよ別によ実に面白いみんな家族になろういや家族なんだもともとよ何ですか何ですかってね俺にはいいんだよ別にお願いしますはあ合格させてくださいいやさせねえよお願いします分かったよとりあえず他次飲料水の CM 爽やかに飲んでマシャはできるから分かりましたシャもやってくれ爽やか飲んで勝負だよああ

カロリーーハフのマヨネーズいや飲むなちょっと待ってごめんどうした変な時間作るんだもんなんかそんな化け物だとボケ弱くなっちゃうじゃん頼むよ本当にやってる途中どんどんってきてんか合ってちゃって頼むよ本当に飲むな動かくで終わりだからそうですねはい頼むよはいいしいすいは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 はい

飲みきったいいねいいよあこれ逸材かこいつはこいつ逸材かおすげぇ戻ってんのにグッグなってるまだずっと飲んでんじゃないかよあ<ー>一言爽やかにカロリーハーフのマヨネーズ飲むな不合格 <laughs> 耐えられないよもう…もう NG に使ってくださいよ恥ずかしいしらじらしいよしらじらしい ありがとうございましたす、はいませんありがとうございました面、はい